こんにちは、 J ベース武蔵の河合です。今日はですね、元西武ライオンズの、石毛博光さんとまた動画を撮っていきたいと思います。石毛さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で今日はですね、この時期ちょっと冬に差し掛かってきましたので、うん、冬におすすめの、はいはい、守備練習ですね、はい、冬の時期にしっかりやっぱり基礎を身につけていくことで、はい、まあ、春の大会になった時にしっかりとした守備のプレーができてくると思うので、まあ、ちょっとおすすめの守備練習なり基礎的なものを教えていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました、はい、担当します。はい、シーズンオフに守備の基礎の反復練習によって技術を身につけるというところです。シーズンオフは、まあ、陸上みたいに走るということじゃなしに、やっぱりボールを使ってグラブを使ってバットを使って野球の技術を高めるフォーム作りが大切かなと思っています。で、取ること、投げること両方大事ですよね。取ることに関してはまず手の出し方、いわゆるグラブの出し方の方のドリルから少しやってみたいと思います。以前言ったかも分かりませんけど、こういうラップのシーンを用意しました。これは取って投げるという作業なんですが、その中において僕はバランスをまず重視します。バランスがいい人間ほど故障はしない、安定性が高まります。だこういうラップのシーンを使って左右対称で投げること、このラップのシーンが目線から消えないような投げ方ですね。これをまず頭に置いておいて、今度は座ることによって下半身が使えません。で、この転がってくるゴロをこのグラブを手で取るわけですね。そのグラブの手の出し方をやっていきます。例えばボールが来ます。それを下から使うんではなし、胸から前にこういうハンドリング、取ったら上げてきて投げる、取る、投げる、取る、投げるじゃないんですね。一回やってみましょう。必ず取ったら起き上がって左右対称の形を作って投げる。やってみます。それを、はい、こういうふうには使わないと思うんですね。体が使いすぎますよね、はい、体が使えればばらけてきますね、はい、もう一度やりますね。やってはいけないドリルです。はい、やってほしいドリルです。やってほしいドリルです。はい。はい。手を胸から出して、前で取って、起きてきて、姿勢よくして、それから、もう一回いきます。やっちゃいけないやり方です。はい。はい。引くのはいけませんね。引いたら肩が入ります。入ったものを出さなきゃいけないんで方向性がぶれるというんですね、はい、やってはいけない、はい、今までは座って取って上げてて投げました。今度は椅子に座らずにこう開きます、はい、条件は必ずグラブの方のつま先を上げることです。これが閉じるとこういうイメージになってます。このバランスが崩れてくるのです。これをこう使います、はい、から胸から前に上げてプッして投げる。これはいつもラップのシーンが自分の前にあるんです。やってはいけない、これですね、やってはいけないこと。今度は右足をつけます。今までこうでしたんですが、今度は閉じてボールが来たらポポン、右足で調子を褒めやつです。右足が少し前に行く、取ってなります、はい、右足で、条件はクラブのつま先が上がることです。ポポン、はい、やってほしくない、やってほしくない、
どちらがバランスが良くて肩がばらけないかです。今度は右足を出して、今実際取って投げてみます。こんな感じになりますね。右足を入れて、右に入れて、右足を入れて、で投げて。そうすると手の出し方、右足の使い方、入り方、取ってフィニッシュでラップの芯がいつも顔の目の前にある。では今までの復習しますね。まず S でスタート、手の出し方ですね。その前にはまず右足が入る。でここから手が出ていく。あとはクラブのつま先が上がる。胸に上げて投げる方にステップを踏んでトップを作って投げる。こうすると、ゴロを取るための正しいフォーム作りができます。椅子を外した状態で、はい、このような状態で、もう一度、やってほしくない、もう一つ、下から出して、引いて、投げる、体がばらけますので、早急を取れます。今度は、取るための右足を出して、取って、胸に収めて投げるようにします。やってほしくない。下から出て、後ろ足が伸びて、トップがずれて投げる。前の方向性がぶれて送球がぶれるという割合ですね。投げた後は必ず取ってラップの芯が目から外れないことですね。そうすることによって安定した送球ができる。右足の入り、この入りでボールを取りに行く。手は胸からやや前に、胸に押されてフィニッシュを迎えるというところです。はい、それではですね、GPS の河合の方からも冬の守備練習におすすめの、ちょっとトレーニング要素が入った練習をご紹介していきます。目的はですね、1歩目の反応速度を上げることと俊敏性を高めるというような練習になっております。でこのように目印を置いていただいて、やる選手は真ん中に立ちます。で真ん中に立った状態で後ろ向きになる、ジャンプをして前に向いて、その前に向いた瞬間に、向こうにコーチがいるので、そこは投げていきます。でコーチが投げる位置は、その各コーンの場所です。自分より後ろの場合はフライの練習になります。で横とか前はサイドシャッフルで、前は、ダッシュしてそこまで行って取る形です。それでは、やってみたいと思います。えい、は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 い。ちなみに石毛さんに投げていただいてます。贅沢、はい、贅沢、はい、はい、よいしょ、よいしょ、はい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 、よいしょ、よいしょ、はい、はい、ラスト、はい、よいしょ、はい、はい、いい練習ができました。はい、このように皆さんもやってみてください。実際ちょっと距離は短いので、もう少し大きなこう範囲でやった方が効果的かと思います。1歩目を、反応速度を上げることと、あとは素早くそのボールまで追いつける能力が上がりますので、ぜひ冬の間にやってみてください。それでは石井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。冬の間やっぱり試合が復帰してしまうので、はい、基礎的なことにはなるかと思うんですけども、はい、やっぱりこう使い方がすごく、そうですね、確かに走り込みも、はい、筋トレも、はい、反応も必要な要素ですね、はい、でその他に冬だからってボールのバット使わないようなトレーニングは、無視しないでほしいな、ね、そうですね、はい、そればっかりになっちゃうとね、はい、ボールは使ってないという感じがあります、はい、だからそういった反応とか体の向きだとかフットワークとか、それにこう技術がちゃんと加わるような練習は指導者の方もいろいろと取り入れて工夫してもらいたいですね。そうですね、やっぱりそのトレーニングと技術をつなげないといけないかなと。そうですね。それでは、今回の動画はこれで終わります。この動画の概要欄に、石毛さんのです、ね、AI 野球教室のリンクがありますので、はい、そちらを皆さんご覧になってください、はい、でまたスポチューバー TV というサイトのリンクもあります、そのサイトで
では未来のジュニアアスリートの育成に特化した情報を配信しておりますので、皆さんそちらも合わせてご覧ください。この動画がためになったと感じたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。ありがとうございました。